ティシュはベアーブ、アーブの9日はタルムードに起源を持つユダヤ教の祝祭日の一つで、ユダヤ教とユダヤ人の歴史の中で最も悲しい日と位置づけられる。悲しみを記念する日である。ユダヤ教とは、ヨムキプルに加え、この日も断食を行わなければならない。しかし、ユダヤ教との中には、ヨムキプルには断食を行っても、この日は断食を行わない者も,もいる。 ミシュナーには、ティッシュアー・ベアーブの日に次の5つの悲劇が起きたと書かれている。この日、モーセの命を受けて、約束の地カナンを偵察した12人の石膏たちは、帰還していかにカナンがひどいところかという報告を行ったため、人々は嘆き悲しんだ。神はこれを見て起こり、モーセの引き連れた世代は約束の地に入れなくなった。ユダヤ人たちはこの日に、 先祖の犯した過ちを嘆く習慣を持ち続けている。紀元前586年、エルサレム神殿とユダ王国が、ネブカドネザル2世の新バビロニア王国によって破壊され、人々はバビロニアと連行される。70年、エルサレム神殿が、ローマ帝国によって、再び破壊される。エルサレムにおける、 ユダヤ人の対ローマ帝国反乱とそれによって行われたエルサレム包囲などの後、133年にローマ軍が神殿跡とその周囲をさらちにしてしまったこと。バル国馬の乱により、135年にベータールが、陥落、アキバベンヨセフなど多くのタンナーアイムが戦死する。タルーシキン、J11 ュリテラシー、ウィリアム・モロー c ー o 2001 P、P656。 Proceedings of the Committee, 温重一種ロースタンダーズ of the Conservative Movement 1927から1970 Vol.3 Ed. David Gay-Linken, The Rabinical Assembly, エルサレム1997レスポンシリレーティング2 This topic in this volume include Marriage during the Sufaira 1949 Listraint on Marriages during the オマーデーズ1952、195 A ドアールトーラーサジェステッドバイラボボメル1962、ウェディングスデューリングザスリーフィークス1964、W E D D I N G S D U R I N G T H E T H R E E W E K S 一九六八 c h a b a d dot o r g カレンダーゴーツーナインスオブ A V A V ザマンスオブトラジャディーズ ありがとうございます。